医学。医学、医学、A、メディシン、メディカルサイエンスとは、生体、人体の構造や機能、疾病について研究し、疾病を診断、治療、予防する方法を開発する学問である。医学は、病気の予防及び治療によって、健康を維持、及び回復するために発展した、様々な医療を包含する。医学という言葉は、中国では、 民の政権が安定する15世紀頃からよく用いられるようになり、医学という書物が多数見られるようになった。仏教圏において、医の象徴として、薬師如来が知られていることからもわかるように、医は、もともとは、漢方等の薬を扱っていたものによって行われていた。古代中国においては、医は、主に同志や法師等によって営まれ、宗教と密接に繋がっている。 伝統中国医学は単に医または医法と呼ばれており、関と経験に頼る部分が非常に大きかったが、明治代になると、新旧だけでなく、漢方薬においても中国の根本的な理論である音名語行思想や、経絡理論など、理で固めるようになり、理論的、学問的な色彩が強くなった。それを強調するために、あえて、 医学という言葉が用いられるようになったのである。また、医学、医学という言葉は、哲学、明ら学、民主主義、社会、社会などと同じように、明治時代に、英語、ドイツ語、フランス語などの、メディシン、英語や、明治人、イツ語などを翻訳するときに作られた、造語、新刊語の一つとする説もある。 まず世界全体の医学を外観すると、世界各国には様々な医学があり、例えば中国伝統医学、イスラーム医学、西洋医学等々がある。ギリシャ医学、ユナニ医学、イスラム医学、中国医学、アーユルベーダ、インド伝統医学、チベット医学など、歴史が長い医学をまとめて伝統医学と呼ぶことがある。なおこれらの伝統医学は、 各地で現在でも用いられており、現役の医学である。エジプトのパピルスの中に、現存する最古の医学書と言われているものがあり、そこには、紀元前3世紀のエジプトにおいて、すでに、外傷者に対しては、まず質問検査、機能試験、診断、治療と記述されており、現代と変わらない診療手順を行ったことが、明らかになっている。 医学は歴史を振り返ると経験医療、経験的医療として存在していた。他の各学問が成熟していく中で、医学も独自性を持った学問として発展し、西洋では人体の研究と疾病の治療、予防研究する学問とされた。西洋医学は20世紀に医学を人間の疾病に関することを取り扱う学問などとしつつ疾病にばかり着目し、 他の面を見落としたり、人間をただの物体のように扱う傾向があり、それが諸問題を引き起こす結果を招いたが、反省が始まり、近年では、西洋医学も人間を生理的、心理的かつ社会的に能動的ならしめ、できる限り快適な状態を保たせる研究として、気や社会的な面についても見落とさないようにする立場に変わりつつある。 現在日本で東洋医学と呼ばれるものは、概ね伝統中国医学に相当している。西洋医学とは異なる理論、治療体系を持つ医学である。東洋医学という以上、きちんとした論理の上に成立している。そしてそれは日本人が持つ生命観や自然観に近いものである。中国伝統医学は民間療法とは区別されている。東洋医学、 伝統中国医学は民間療法とは異なった考え方に基づいて運用されている。一例として、生姜の使い方を見ると、どちらも風の時に使うことはあるものの、民間療法では、風の時に何の考えもなしに、それを機械的に与えるのに対し、中国伝統医学では、寒気が強い時のみに使用され、反対に熱感が強い時には使用しないのである。なぜなら、 中国伝統医学では、生姜は体を温める作用がある、と考えているからである。日本でも古代より、岩美子、恩明氏、僧侶によって、中国から伝えられた、呪術、医療が行われていた。室町時代以降は、中国大陸との交易も盛んとなり、漢方が積極的に伝わっていった。江戸時代以降は、日本は独自の漢方医学を発展させ、 薬学である本草学を中心に診療が行われていった。花岡清襲によって記録上世界最初となる麻酔による乳がん手術が行われたりした。また、幕末には国学の影響を受けて漢方伝来以前の医学、若田を探求する動きも現れた。現在は中華人民共和国に中医学、朝鮮民主主義人民共和国では東医学、 大韓民国では反医学として実践されている。ヨーロッパ世界においては、医の起源は古代イギリシアのヒポクラテスとされている。その後、古代ローマのガレノスがアリストテレスの自然学を踏まえ、それまでの医療知識をまとめ、学問としての医学が確立されたと言われている。ガレノスは、その後、数百年もの間権威とされた。古代イギリシアの医学知識は、 イスラム世界のイブンシーナーやイブンリュシュドなどに継承された。イスラム科学。ヨーロッパ中世においては内科学のみが医学とされ、外科学は医学とみなされていなかった。外科医療は利用士とも言われたによって手術され、外科手術や射血治療などが行われていた。内科学、外科学の記事を参照。日本では安土桃山時代に 本格的な西洋医学が伝えられ始めたと言われており、幕末に蘭学とともに西洋医学書の翻訳などが行われた。著名な蘭方医学者には解体新書で知られる杉田玄白らがいる。近年、伝統中国医学の本場であった中国では西洋医学の医師が増加中で現代西洋医学の利用される割合が増加しつつある。反対に、 アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国では西洋医学の様々な問題点が取り沙汰され伝統医学などの代替医療の方が高く評価され利用率が増えておりアメリカ合衆国では代替医療の利用率が西洋医学のそれを超えた無保険者だけでなく富裕層の利用も増えている日本では西洋的な思考様式に基づく医学を西洋医学 伝統中国医学の思考様式に基づく医学を東洋医学と大きく区分して呼ぶことが一般的である。現在日本で東洋医学と呼ばれるものは、概ね伝統中国医学に相当し、中国大陸で生まれ発達し、日本にも伝えられた。西洋医学が入ってくるまでは、日本の主流医学であった。江戸時代の日本にオランダ医学が入ってきた時に、 それらの医学を呼び分ける必要が生じ、オランダの医学に対して、中国、漢の医学という意味で、漢方医学と呼ぶようなことも行われようになったという。明治政府の方針により、西洋医学が主流の医学と位置づけられるようになり、東洋医学を行う医師も、西洋医学を学ぶことになった。それ以来、日本では、西洋医学の利用者数が多くなったが、現在でも、 もっぱら東洋医学の方を好み愛用する人々もおり、両者は並存してきた。近年の日本では、東洋医学と西洋医学の良いところ同士を融合させた統合医療を望む声が強まっている。このような要望は患者側にとどまらず、医師の側でもそう考える人は増えており、医師らによって研究が行われており、漢方薬の利用は増えている。研究や 教育のための知識体系としての医学は次のように分類されている。大学医学部の組織においても研究、教育のための人員の配置がこの分類に沿って行われる場合が多い。最近は名称が多様化しているが実質は下記の分類とさほど変わりがない場合が多い。人体の構造、機能、疾患とその原因など 医学研究の根拠となる知見を得るための学問分野である。これらの科目は医学部、薬学部等医療系学部以外に一部の大学では、理学部や理工学部等の生物学科も開講している。診断や治療などに直接関連する応用的な研究分野である。社会医学とは、社会的な環境と健康について研究する医学領域。医学に関連する分野には、 以下のようなものがある。死学、薬学、看護学、心理学、健康心理学、臨床心理学、生態機能代行装置学から、作業療法学、理学療法学、マイナス生化学から、功老科医学、熱帯医学、医療生態工学、医療機器医学、教育、医学士、医師学から、生命倫理学、医療人類学、マイナス病ア学、医療社会学、医療経済学、宇宙医学、 臨床情報工学柔道制服学。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。